オスカルギリアは、イタリアの画家である。アメデオ・モディリアーニと同郷の画家であり、イタリアで、修行時代の友人であった。トスカーナ州のリボルノで生まれた。父親を早く亡くし、子供時代に、路上の物売りなどの仕事をしなければならなかった。はじめ独学で絵を描いていたが、リボルノの海洋画家、ウーゴ・マナレシや、マッキア派の画家、ジョバンニ・ファットーリの弟子の画家、 グリエルもミケーリのスタジオで学んだ。ミケーリのスタジオなどで、モディリアーニや、ルウェリン・ロイド、アントニオ・デウィットといった画家たちと友人になった。1900年に、フィレンツェに移り、ジョバンニ・ファットーリの主催する美術学校に入学した。1901年にベネツィア・ビエンナールに出展し、翌年フィレンツェの展覧会にも出展した。1902年には、モディリアーニと共に、 フィレンツェに住んでいた。フィレンツェで文学者のジョバンニ・パピーニを中心とする知識人の中で活動した。1914年にリボルノ県のリゾート地、カスティリオンチェロに移り、室内画や生物画を描くようになった。展覧会などへの出展も少なくなった。息子のバレンティノ・ギリア、バレンティノ・ギリア、1903から1960も画家になり、同名の孫、 オスカーギリアは有名なギタリストになった。ありがとうございます。